バイオリンの当時先生、江藤俊也先生からは、あなた天才少女なんだってねっていう。わあ。実はそこから私のバイオリニストの苦しみというか人生が始まってですね、本当に誰がどう見ても素晴らしいと言われるような演奏をしなければならないということを子供ながらにこう思ってしまったんですね。だからステージに出るということはね、常にジャッジされることなんですよね。そうですその当ね。時の私にとっては。この苦しみが、もしかしたら、こう、輝きに変わるのかなっていう転換点のようなものはあったんでしょうか？昔の私のファンだという方の最後の夢のためにバイオリンを弾いてあげたいと思って行った。実はそれが私が音楽に目覚めた初めての瞬間。